この日、ホームのポカリスエットスタジアムには小雨が降る中、4351人のサポーターが駆けつけ声援を送りました。どんどん攻撃して点取って、もちろん勝ってほしいです。すごく期待しています。J1 目指して頑張ってほしいと思います。やっぱり次につながる試合、来年につながる試合、J1 でもやっていける試合って言ったらいいですから、J1 の昇格を見越した試合、今だったらまあ雲に隠れて全く見えてなかったけどね、ちょっと見えてきたかなって。今年は去年よりももっと期待ができそうな予感がありますので、先週もたくさん入ってこられて、この間の浦和の試合もすごい良かったのですので、すごい期待してます。ヴォルティスらしい、アグレッシブなゲームが見たいです。今年はいけます。やはり攻撃力のアップをプレシーズンマッチを見て感じましたので、徳島を J1 に連れて行ってほしいです。開幕戦の相手は J リーグ同期昇格のザスパ草津。ここ3シーズン勝ち星がなく苦手とするチームです。先制したのは徳島ヴォルティス。徳島は前半21分、平重のポストプレーから右サイドバックの平島が駆け上がります。平島からの絶妙なクロスに飛び込んだのは柿谷。チーム一のファンタジスタが貴重な先制点を挙げ、スタジアムを沸かせます。その後も攻め続ける徳島ヴォルティス。今季新加入のフォワード津田や平重が果敢にゴールへ迫ります。なかなか追加点の奪えない徳島は、逆に後半38分、ペナルティーエリア内で反則を犯し、草津に PK を与えてしまいます。同点に追いつかれる絶体絶命のピンチ、これをゴールキーパー日野が完璧に防ぎ、1対0で接戦をものにしました。徳島ヴォルティスは3年ぶりの開幕戦白星で J1 昇格に向け好スタートを切りました。来ました。いやもう日の、今日は日の様々です。もうビッグスウェーブであの瞬間勝ったと思いました。今日は良かったです。もう草津にも久しぶりに勝ったんで、今日気持ちよく飲みます。やったぜ、行くよ、上に上に行くよ。今年は J1 行けそうですかね。行きます行きます。リーグ戦で浦和とする、ここで来年は絶対。いやもうあの PK ストップです、すごかったですね。もう決められるん覚悟しましたけど、綺麗に弾いてくれて行けました。嬉しいですよ。アグレッシブに戦えたと思いますよ。まさかヘディングで決めれると思ってなかったんで嬉しいです。いや練習中から平地さんが右で持ってる時はガンガン左から中に入っていってたんで、まあ、試合でそれができて嬉しいです。いや本当残り試合いっぱいあるんで、全部勝てるように頑張りたいです。まあ止めたらヒーローになるなと思いながらやりました。去年1年が悔しい思いをしたんで、まあ、ぶつけようと思ってやりました。まあ、これからも多い声援をよろしくお願いします。前半のうちに1点取れた、本当にいい形のクロスから、まあ、珍しく陽一郎のヘディングシュートで入ったということを考えるとね、非常に大きな前半1点でした。
PK の瞬間目つむってましたら、目つむってずっと聞いてたら歓声の音で、あ、止めたんだなっていうのは分かりました。それで、まあそういう状況まで日野がやってくれたっていうことは、このゲームは絶対勝ち切らないといけないということで、最後みんな本当にしのいで、虎のこの1点をなんとか守りきれて、全員で勝利できたんじゃないかなと思ってます。